イレブンチャンネルのコロンです。いやー、昨日はやばかったね。最後ね、なんかヒヤヒヤでしたわ。あたしもまた祈り剣させられました。もう大変ね。できたら祈り剣は勘弁してほしいんですけどね。まあとりあえず、6対4で広島カープに勝ちました。イエーイ、よかった。バンザイバンザイ。出た瞬間どんな思いだったんでしょうか。まああの場面だったので一三塁で、まあそういうサインが来るだろうなというふうには予想してたので、意外と冷静にはいきました。初球で決めましたね。まあ転がった瞬間はもう何とか切れずに、切れないでくれと思いながら走ってました。改めてプロ初打点いかがですか。まあああいう形でしたけど、まあ、初打点を、まあ、取ることができて、まあ、すごく嬉しい気持ちです。そしてもうワンシーン今日もありましたが、そのヘッドスライディングのシーンも振り返ってもらえますか。打った瞬間はちょっと抜けたかなという気持ちになったんですけど、まあなんとか1点でも多くということで、ただがむしゃらに行きました。いずれもリーグを代表するピッチャー大瀬良投手からの打点でした。このあたりはいかがでしょうか。まあどんなピッチャーであれ、まあ、そんなすごく意識はしなかったんですけど、まあ、とにかく必死に食らいついた結果だったと思うので、まあ、すごく良かったです。そして小畑選手といいますと、8月21日に初めて1軍に上がってきて、初盗塁もあれば初安打もあって初スタメンもあって、10日も経たないうちに初打点、このスピード感本人いかがでしょうか。まあいろいろできすぎて、まあすごくびっくりはしてますけど、まあ上がってきて、まあ、ずっとこの舞台でプレーしてる自分の姿を、まあ、想像しながらついベンチではいたので、まあすごくいい形にいい結果につながってきたと思います。そしてまだ高校卒業して2年目、まあ、同世代ではドラゴンズの根尾選手ですとか、ジャイアンツの戸郷投手、カープで言いますと小園選手いますが、
同世代への思いなどもあるでしょうか。そうですね、去年から、まあ、ずっと同世代に対してはずっとライバル心を持ってやってたので、まあ、これからどん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 抜かして、まあ、頑張っていきたいと思ってます。その世代は、まあ、ネオ世代なんていうふうな括られ方もしますが、このあたりはいかがですか。まあ、いずれはという形で、まあ、変わればいいなと思ってます。なるほど、その時は直接その言葉をお待ちしております。はい、ではタイガースファンに最後アピールをお願いします。2年目のおばたです。まだ19歳ですが、どんどんがむしゃらに若さを出して頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。今日のヒーロー、プロ初打点、おばた選手でした。放送席どうぞ。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね、このイレブンチャンネルの登録といいねと、またよかったらねコメントの方よろしくお願いします。それでは本日はここまで終了。